したよ、2時間。桜中央駅。って何？あ、こっから？はいはい。まずは乗車券を買わないと。買いますよ。電車に乗るには乗車券が必要です。1日乗車券を購入しますか？え、安い、350円。これで1日乗り放題ってこと？いいね、いいね。え、リアルでもそんな感じかな。よくわからんけど。電車に乗って青葉原に行こう。響きの線、小日向行き普通列車。小日向行き、違う方向やね。青葉。え、これ自分で判断して乗っていく感じもしかして。怖っ。怖っ。え、マジか。そういうとこで頭使わんといかんの。ねえ、おじさん。お兄さんやった。君、青葉にあるニア系 B 劇場に行きたいって顔してるね。どんな顔すか。青葉には渚行きの普通列車で行くことができるよ。快速列車だと通り過ぎちゃうから間違えないようにね。危ない、これ快速列車やね。福宮行き。あ、なるほど。あの福宮っていうところに直接、シュンって行ってしまうってことか。快速列車。私はのんびりゆったり、何？渚行き普通列車？なるほど。そっち方面行きやったら、ま、青葉に。これや。お兄さんありがとうね。これで私は迷わずにたどり着くことが。イェーイ、ちょうど目の前。本日も中央線をご利用いただき、おー、いいね、なんか。すごいすごい。中央線、渚行き普通列車。これで次、青葉やろ？ほら、次は、青葉。中央線、渚行き。すごいね。中央線、中央快速線、やまびこ線、響きの線、なんかいろいろある。まもなく青葉。なんかね、あのスケジュール帳のさ、後ろの方とかに、東京とか大阪、青葉でおります。ほい。東京とか大阪とかの、なんか路線図みたいな、路面図か、みたいなあるやん。ああいうの見よったら複雑すぎてやってられねえわって感じよね。東京とか特に。んで？着いた？出ます。おー、すげえ、たどり着いたよ、青葉。というか、探偵コスなんかどこの店に置いてるだに？マニアックなコスチュームといえば、やっぱアニメ堂でしょう。探偵物のアニメもやってるし、きっと探偵コスも置いてあるはず。コナンやね。アニメ堂。ミーがゆうに宇宙ウォッチを買わせた店だにね。そうだよ。目当ての限定フィギュア、ラストの一つが売れたとこだって言われて。で、あれ？もしかして、セラピアーズの限定フィギュア、ラストの一つ買ったのってウサピョン？そうだによ。全部ウサピョンの計画通りってこと？侮れないな。この小動物目。小動物目っていうのは罵りなんかな。かわいい。でもってさっきからそこのね、キラキラが気になるんだ。妖術大百科を手に入れた。いいね、いいね。そんな素晴らしいものが宝箱にも入らず、お？こけたわ。こけたわ。運がないなぁ。んで、おぉ、びっくりした。アニメ堂へ。めっちゃ今信号ギリギリできたやろ。さっきのトラック、危ないじゃん。はい、アニメ堂。ん？この人らあれじゃない？あの、マンションのエントランスにおった人らやない。違うかな？あ、違うような気がする。生きててよかった。セラピアーズに出会えてよかったよ。大げさじゃね？どうした？セラピアーズの限定商品が再入荷した時に店に入るなんて、俺たちついてるぜ。マジか？あ、それ全部限定品のやつ？もう誰も並んでないやん。うおー、セラピアーズ最高だぜ。もうちょっと待っとったら普通に買えたね。で、これか。おーっと、探偵コスを発見。お値段は、と。コスプレものって高くない？見なかったことにしよう。はぁ、来たかったな、探偵コス。高かったんだにね。ま、探偵事務所だけでもいいや。いやいや、絶対事務所の方が難しいだに。どこに構えるつもりなんやろ。お、アニメ堂の外に出よう。
よし。おや？もう夕方やん。お？え、なに？何事？おお。いや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 。うわ、なにこれ？何この空間？こんな真っ赤な空間絶対嫌やん。赤に包まれた世界とか気が狂いそう。何？え、え、待って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 。え、え、これあれやない。ほら。ほらー。来たよ、2時間。マジか。私の苦手なやつやん。何？ピキーン。なんか急激にのんびりした音楽になったけど。騒ぐな、騒ぐな。何盛り上がっとん。赤鬼さん、私、イソラアユナ。困っとりやん、赤鬼。挨拶するなんて前代未聞だによ。赤鬼も混乱してるだに。お前、鬼時間っていうのはな。お前たちが街を歩いていると、突然、鬼時間に巻き込まれることがある。鬼時間に巻き込まれたら、スマを探して脱出するしかないぞ。鬼時間は俺や見回り鬼がうろついてる。見つけたらどこまでも追いかけてやるぞ。見回り鬼の視界は下画面で見えはするが、せいぜい逃げ回るんだな。こういうもんなんじゃ。追いかけられるの苦手だわ。わかったな。わしから逃げるんじゃぞ。いやー、それにしても、赤鬼さんってなかなか面白い顔してますね。あ、もうなんかウサピョンが超焦っとる。ちょっと間抜けっていうか、言うほど迫力ないっていうか。うわー、やめてよ、プルプルしてるって。ほら、怒らせないでって。そうだ、鬼ごっことかしません？だから今からするんだよ。あ、赤鬼さんが鬼でいいですよね。だって鬼ですもんね。怖い、怖い、怖い。え、あかんのか、逃げる方がいいか。そういうことじゃない？やっぱり鬼はじゃんけんで決めた方が良かったですか？そういうことじゃないよ。へえ、ちょっと待って。もう始まってるの？あそこじゃん、ふすま。え、楽じゃね？ほらほら。ふすまー。え、開かないよ。え、なんで？鍵がかかってるだに？どうやって開ければいいだに？うさぴょん知らんのかい。鍵だ。鍵がどっかに落ちてるはずだ。探して持ってこい。最近の鬼時間はなんと、スマに鍵がかかってるんだ。最近の鬼時間って何？鬼時間も、今時、とかあるん？スマをくぐるには、まずは鍵を見つけなくならねえぞ。鬼時間から脱出成功すると、鬼ガシャを回すことができる。鬼時間で鬼玉をたくさん拾うほど、豪華なもんが手に入るらしいぞ。脱出する前に鬼玉も集めろってこった。ま、そんな暇ねえかもしれんがな。マジっすか。何？最近はふすまも喋るの？なるほどだに。で、今の声誰だに？誰だよ、結局わからんのか。へえ、待って。なんか向こうの方向に矢印があるってことは、向こうに鍵があるってことかな。あー、近づいてくる、近づいてくる。やめてよー。てか、降りすぎやろ。降りすぎやろ。うわ、恐ろしい。やべえ。なにこれ、視界入ってない私。大丈夫？いける？ちょ、向こう側渡ろ。いやー、怖い。恐ろしい。とりあえずこの辺。あっち渡って、行け。うわー。めっちゃスレスレやんけ。やばいやばい。向こう向け、向こう向け。あ、これは、こっち側に。そして、はいあ、危ねえ。ね、あの赤いやつ何？あの赤いやつ。あれがもしかして、鬼玉というやつか。助けてー。ほら、なんか手に入れた。いやー、怖い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 。これ鍵やろ、これ。これ。おっしゃー。鍵ゲットだに。これで脱出できるだに。さあ、襖を目指せ。スマを目指せい。怖。はい、ちょっと危険な橋は渡っちゃダメだ。
険な橋は渡っちゃダメだ。普通に、もう何よりさ、このドスドスなってんのが一番怖いんだけど。目に見えてなんか近づいてきてる感があるのがすげえ怖いんだけど。さあ行け。行け私。待って待って待って、向こう側に。ほら、赤鬼いるって。ちょ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 。え、これは、え、これは大丈夫なの？大丈夫なんや。結構ゆるいな。結構ゆるいね、判定。ほら、絶対視界入っとるやん、こんなん。うわぁ。でも結構ちっちゃいね。結構ちっちゃいのにあんなんドスドスなるもんや。あ、てか、ってことはあれも鬼玉か。じゃ、待って、拾っとこう。はい。返して。現実の世界に返して。どうよ。襖の鍵を外した。お、長押し。よしよし。よし、鍵を持ってきたか。急いでこっから脱出するんじゃ。だからさっきからこの声は誰なんだに。いや、そんなことより脱出が先だに。それじゃ、赤鬼さん。まったねー。あー、やっと戻れるー。脱出。はあ、恐ろしかったー。集めた鬼玉2個。オッケー。でも、大当たりはなし、中当たりなし、小当たりが何個かある。じゃあ、鬼ガシャ回します。さあ、来いよ。いいもの来い。小当たりしかないけど来い。粗品よりはいいさ。どう？お、中から導きが飛び出してきた。小当たり来たー。友達になろうよ。楽しいところへ導いてあげるよ。うわ、やだ、死にそう、それ。導きと友達になった。やった、ありがとうね。導きにニックネーム、つけません。導きの情報を妖怪大辞典に登録した。導きの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。ガシャで妖怪初めて出たわ、やったね。これ？おお、無事だったか、さっきの声。誰？その声、さっき鍵の場所を教えてくれた人だに？いかにもわしだ。ミーが見えてる？一体何者なんだに？わしか？わしは、調子堂の店主だ。あ、なるほど。あの、長花がおったとこよね。調子堂だに？ああ、段々坂にある時計屋だ。やはりお前も妖怪ウォッチを持っておるようだな。妖怪ウォッチを知ってるんですか？もちろんだとも。後でうちの店に来るといい。なんでここにおったんやろ。あの人、何かいろいろ知ってそうだにね。ですな。段々坂の調子堂に行ってみよう。イエーイ。え、これはさ、また、あれですか？またしても、電車に乗るパターンですか。やだなー。よし。あ、そっか、ここまだ青葉原だ。さっきまでこの空間で私は、鬼に追われていたのね。恐ろしすぎるん？導きじゃねえか。て、待って。全然追いかけれてねー。あ、宝箱。ミュージックカードを手に入れた。イエーイ。そっち。はっ。てーい、逃げるなー。なんか地獄に誘われそう。ね。てーい、追いつけねえ。おっしゃー、捕まえた。こっちこっち。結局これ、あれか。途中じゃ捕まえれんのか。何が出るかな？何何？ほっ。ヨカコーラを手に入れた。やった。ついでにこっちも。銅のこけしを手に入れた。こけしいろんなところにあるな。ね。でもってちょっとこっちまで来てしまったけど。あ、ここにもあるやん。人の目の前で開ける。
極上のおでんを手に入れた。お、大丈夫？取ってよかった？なんかこれめっちゃ人並んでね。5年間使っていたイヤホンが壊れちゃってさ、今日は新しい相棒を探しに来たんだ。いい出会いがあるといいな。5年間も使えるってすごいね。あ、ここにもある。一つ星コインのかけらを手に入れた。かけらもいっぱいあるな。めっちゃ粉々になっとんやろうね。よし、じゃあ駅へ向かおう。やっと駅に向かうよ。おーし、1日乗車券を使って改札を通った。そして段々坂の調子堂ね。とりあえずどこに向かえばいいんやろ。渚行き、あっち向きは違うよね。とりあえず桜中央に戻ろうか。駅員さんしんどそうやね。アニメ文化を世界へ発信、こちらは青葉駅でございます。電車をお待ちのお客様は黄色い線の内側までお下がりください。思ったよりなんか年がいってそうな人やね。この駅から福の宮へ向かうとき一番早く着く方法を教えてやるよ。お、桜木ゆきやん、ちょっと待って。お兄さんの話はまた今度聞くね。乗ります。乗るってば。危ない危ない。本日も中央線をご利用いただき誠にありがとうございます。さあ、これで桜中央に行って、桜中央に行ってどこ、桜木かな。え、私最初どこから出発した。桜木から出発したんかな。あれ、でも桜木から出発ってことは自分の家の方に段々坂とかなかったよね。小日向方面や当駅でお乗り換えです。桜中央で降ります。もちろん。はい、到着。でも桜中央は桜中央でなんかめっちゃ都会な感じだよね。ここにも段々坂はなさげだ。みんな情報を。最近あまり寝てないからすごく眠いわ。福の宮に着くまでの時間、少し仮眠でも取ろうかしら。取って取って。その年で一人で電車に乗れるのかい。君なかなかやるね。僕ですら一人で乗れるようになったのは最近だというのに。大丈夫、私はまだ乗れない。どこからどう行けばいいんだろう。駅員さん、駅員さん。あらゆるものが行き交う街、こちらは桜中央駅でございます。もし熊本駅へ行くのであれば中央線の電車に乗ってください。熊本駅？違う、ケマモト駅や。紛らわしい。福の宮で山彦線への乗り換えがあるので気をつけてね。それはいいんだよ。段々坂はどこにあるんだよ。ねえ、段々坂は？新しいお知らせを受信した。小日向行き、小日向行きかな？桜中央駅ってたくさんの路線が行き交ってるから迷いやすいよね。ちょ、待って。小日向っていうとこやったっけ。乗っちゃったけど大丈夫。乗っちゃったけど。いかがなものかしら。本日も響きの線をご利用いただき誠にありがとうございます。あ、なんかこの車掌さんの声ちゃんと違うんや。ね、こんなんじゃなかったよね、さっきまで。静かだな。まあそりゃ騒ぐ人はおらんか。いやー、のどかな風景。この辺かな、やっぱり多分。え、桜木やったりするかな。着く。小日向駅に着いただに。ここで降りるだによ。あ、あっとった。よかったよかった。到着。段々坂の調子堂へ。はい、出発。え、合っとる？どこですか、これ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。